天気予報です。九州から関東はこの後も晴れるでしょう。空気が乾燥しているため、日の元に注意してください。北陸の雪は次第に弱まりますが、北日本の日本海側は引き続き雪や吹雪となりそうです。気温は全国的に昨日より低く、冬の寒さが戻るでしょう。週間予報です。明日は西から天気が崩れ、金曜日は東京から那覇で雨が降るでしょう。その後も曇りや雨の日が多く、各地ですっきりしない天気が続きそうです。天気予報でした。